やりやがった。ビサリが町を核で破壊した。残る望みは俺たちだけか。なんてこった。部隊長はどこだ。それでも海兵隊か。さっさと立て、グズメ。お前ら、まだ終わっちゃいない。冗談じゃねえ。俺はビサリを追うぜ。奴らが俺たちを倒しに来るのを待ってられねえ。まったくよ。どっちにしてもピンチだな。どうするよ、セブ。残ってる前線部隊の報告によれば、エルガストの援軍ニコ連隊がこっちへ向かっているらしい。ラデックの親衛隊がリードしてる。おそらく奴らの町が破壊されたことに怒り、俺たちの内臓をえぐり出したいことだろう。そうだ、ナックの言う通り、どちらにしてもピンチだ。だがここで引っ込むわけにはいかない。だな、前に進むしかねえ。
軍一人やられて三人生き残ってるぜ。暴れやがれだっこ。
に行け。司令部から地上部隊へ衝撃波に備えよう。避難せよ。そろそろ海軍がオンゴの兵器を吹っ飛ばしてる頃だ。倒れるまでは終われ。そこら中に敵のエイトに取り組む。宮殿の表現から見えた。このまま戦士を突き危ない。
ってやれ。セブン、ナット、来い。お前ら先に行け。俺はここで敵の援軍を待つ。敵の援軍がもうじき到着する頃だ。危ねえ橋を渡ることになるかもしれねえがな、あまり時間をかけるなよ。俺たちもそんなに長くは持たねえぞ。よし、俺たちだけで行くぞ。ここから先はお互いをカバーしていこうぜ、セブン。いいか、ビサリを生け捕りにしてこの戦いを終わらせろ。頼むぞ。聞いたな、奴を捕まえて思い知らせてやろうぜ。私が二人を始末する。貴様ら、まだ生きていたのか。殺せ。奴の後にかかろ。
バルコニーのドアが開いてる。行け。一回見話の言う場所を地上へ。止めろ。殴り殺せ。
キャンの仇が撃てて留飲がいくらか下がったぞ。そろそろ終わらせるぞ。ビサリーはどこだ。あの最低野郎の顔を俺がへこませてやるぜ。自決したのか。古典的だな。手間が省けたぜ。もしくはあのラデックが小手調べにやったか。どっちにしても自業自得だ。奴らのボスを仕留めに行こう。ビサリー、スカラービサリー、スカラービサリー、第27条に基づきあなたを逮捕する。名を名乗るがいい、兵士。セブチェンコ、一等軍曹だ。ビサリーの逮捕に軍曹を送ってきたか。お前らの司令官は皆そんなに臆病なのか。愚かに。戦争は終わったビサリ、お前の負けだ。そうかね軍曹、誰が勝った。お前らにここで死によう司令を下した臆病者か。ヘルガストは何も失ってはいない。我々の存在のために戦う。我々は傷を勲章のごとくまとう。ヘルガーンは渡さん。奪われるくらいならその前に命を絶つ。だからこそお前らの上官どもは私を殺そうとしないのだ。艦隊は燃え、仲間は倒れた。なのにお前は私の命を救って英雄か。それが勝利というものに聞こえるかね、セブチェンコ軍曹。ふざけやがって。多くの人が死んだ。お前は独房で腐ればいい。罪の報いを受けろ。私は民に与えた誇りや希望を。我々はこの偉大な国を無から作り出したのだ。私を連れて行けばヘルガーンはカオスに陥るだろう。 ISA のいかなる兵器も我が民の強い意志に対しては無力に過ぎん。道という道を我らの亡骸で埋め尽くしてやる。降伏する前にな。お前らは秩序を回復するよう願うだろう。お前らは勝ってはおらん。絶対にやめろ。行こう。報告しろ。よし、引き上げるぞ。行くぞ。